キビができちゃいました。こことかいろんなところにねできちゃったんですよ私。ほらここと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 。前髪がぐちゃぐちゃになっちゃったよ。こことこことってやつだ。なので美容院に行ってまいる。ねえやっぱりニキビができたら病院が一番だよね。うん。やっぱりまず病院だよね。うん、病院に行ってそれでその後ケアだよね。うん。だから、うん、1週間後ぐらいの動画には多分収まってんじゃないかなと思います。ですね。じゃあ行ってきまーす。ちょっと来て見せて、アップで見せて。ここがでかいんだよね。ここ。あとここでしょ。なんで急にこんなできちゃったんだろうね。シーランペッタンゴリラ。久しぶりに行った気がするこれ。うん、おでこは、おでこは見せて。おでこは大丈夫か。ね、バレエでやってるんだけどね、こうやって赤ピクミンとか、ここで結ぶとピクミンになるねって話してた。そうだね。ここで行くか。そうだね。行ってきます。よし、じゃあ行こう。うん。動画に終わりました。混んでたね、少しね。混んでたね。やっぱりこの時間混むのかな。かもしれない。学校帰ってきた後とかさ、見に行くよね。混むから、うん、そうだね。お薬ちゃんと塗ろうね。イエス、でね、お腹すいたの。おやつ食べてないの、すぐ出たから。なのでじゃあイオンに来てマンク。ママはアップルパイ。はい、アップルパイあんま食べてない。おお、大丈夫、ちょうだい。いいよ。で、あおちゃんはナゲット5個、はい、です。で、私は大好きなバーベキューでございます。じゃあ、いただきます。はい。開けられない、開けられない。よ、自撮りしてるか、こうやってトゥ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 、映ってるかわからない。タッタン、トゥ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 。気持ち悪くなっちゃう、それ。ドゥン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 。これ落ちてナゲットの中に入ってウケんだけど、いただきます。はい、どうぞ。うまっ。久々だよね、ナゲット全然食べない。うん、好きなのだけど、ハッピーセットに大体チーズバーガー頼んでるから。うん、確かに。うまっ。すごい顔だよ。なんかこれニキビじゃないかもしれないって言ってたんだ。でもなんかその同じ薬で多分治るって言ってたね。うん、うまママ食べなさい。はい、食べなはれ。じゃあパッと食べて、あ、そうだ、ちょっと百均メニュー行こうか。うんね、うん、若い子あるある、何でもベビータッピしがち。これなんだっけ、ジュース。私はファンタグレープ、はい、ママはコーラか。2本やるわ、私。あ、2本やるの。せーの、ベビータッピ、ベビータッピ、ベビータッピ。はい、しょうがないんでママ一緒にやりましょう。はい、せーの、ベビータッピ。せーの、ベビータッピ。ビー。今はカットしといて、あの、はい、手やったの。カットしといてね。あとアップルパイ食べてみる。うん、ちょっと食べかけでごめんなさい。今も暑くなかったけど。うん、でもそんなに暑くなかったけど気をつけて。よいしょ。どう？美味しい。美味しい。あ、よかった。今度ターンも。うん、そうしな。めっちゃすくいちゃった。
ちそうさまでした。ねえ、すごいの見づらいじゃん、スタロー。それ映さないよ。ママもそうだったから。なんか噛んじゃうのね、これ。うん、はい、じゃあ、タクロー終わったので、百均見に行ってきます。三部。もうすぐ、キャンドゥに行きます。今ね、ちょっと見せられないんだけど、あの携帯ケースの後ろが実はあの前マスクでさ登場してくれた仲いい子とのプリクラを入れてます。あー、はいはい、お友達とのプリクラね。なんか透明のケースにしてからそういうのがいいなと思って、なんかあのなんか友達がなんか私こうやってやってんだって見せてくれたから真似してみました。可愛いよね。そう、意外にだから次はなんだろう、可愛いなんか何見つけてきて、これここのやつを合わせて切って貼ろうかなと思います。そうだね。貼るっていうか挟みます。はい。あ、ねえ、エリックスが売ってる、なんで？300円ぐらいしなかったっけ、エリプスって。でもよく考えたら初めてやったのってこっちじゃなくてエリプスだったかもしれない。あ、一番最初初めて買ったのがキャンドゥで、ママと出かけてた時に、これ流行りのやつ買って買ってってのがこれだった気がする。ちょっとさ、お一人様が2個までだから買って、1種類2個まで。あ、はいはいはい、いい、うん、よし、買います。よか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 、うん、見て、緑と緑って違うわ。本当、これもすごいよね、ミランダもね。ミランダ、噛みすぎる、ね。で、これ何なんだろうね、きっとこの。これもミランダだって。ミランダだけども、うん、これはあれなのかな、なんか液体が入って、この中の中のやつが入ってるのかな。ヘアマスクだって、洗い流すヘアマスクですって書いてある。今度やってみようね。買っときます。はい、今ね、キャンドゥでお買い物してきました。で、なんとママにお菓子買ってもらいました。ありがとうございます。いいね。で、これこれね、トップはデコバラエティって言って、ここのカードあるんだけど、ここビリッて開けて、例えば5頭だったらこれ決闘とかそういうのが遊べるやつなんですけども、パパにね、1回だけ買ってもらったことあるの。200円くらいだったかな。そう、なんだけど100均で100円で売ってたということなんで買っちゃいました。他にもね、ママのなんかとか私のなんかとか買いました。ちょっと一つずつ説明するといっぱい長くなっちゃうからね。はい、ということで今回はちょっとねゆるゆる動画になってしまいましたが、ニキビね直しに病院に行って、あとマックでおやつ食べてキャンドゥへ行きました。楽しかったです。1週間後ぐらいには綺麗になってるかな、うん、TikTok で撮ろうかな、こうやってやってこうやってやって、うん、ドゥンってやったあと治ったあとドゥンっつって、ね、いいかもね。みんなもニキビできたらすぐに病院に行った方がいいと思います。ちょっと最近忙しくて行けなかったから増えちゃったんだけど、うん。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。